スイートプリキュア海賊戦隊、豪快ジャーキャラクターショーは、遊園地やデパート、イベントなどで、アニメ、特撮などのキャラクターの着ぐるみを着用して行われる催し物のこと。アトラクションショーとも呼ばれ、特に男児向け特撮番組のショーをヒーローショー、またはアクションショーと呼ぶ。基本的には現在進行型で、メディア展開中のものから、 すでにメディア展開が終了した作品のキャラクターまで幅広くショーは行われている。着ぐるみやスーツの肉弾戦主体のアクションとなるため、キャラクターの原作に設定上存在する魔法や、光線等の必殺技等は発射ポーズや呪文を唱える程度であとは効果音や照明によるステージでできる演出等で補う。また基本的に地方の行楽地のショーや、 すでに作品展開終了済みの作品ほど公式の認可が看板になるのか作品設定は曖昧になる傾向があり原作で憎しみ合っていた主役側と悪役側が最終的には和解する人語を介さない怪獣が喋る半剣元の違う作品同士のキャラクターの共演シナリオ等のアドリブも行われるまたキャラクターとの握手や写真撮影等 ショーが終わった後の観客へのサービスも行われることがある。入場料並みの無料化、それとは別に払う有料がある。メディア展開と連動したキャラクターショーは映画宣伝のための展示会などを前進としている。1950年代に映画ゴジラの逆襲、ブルーバなどで子供を招いてのイベントが開催され、1964年に映画 三大怪獣地球最大の決戦の宣伝で、ゴジラが東京、大阪、名古屋を巡業したのが、キャラクターショーの先駆けとされる。ぶらやさつきによると、ぶらやプロにとってのキャラクターショーの起源は1967年9月10日から10月22日に、福島県合津若松市の若松城で開催された、合津博覧会の怪獣館という展示である。このイベントで、 怪獣の着ぐるみが集客のために会場内を回っていたとき、怪獣館の隣の自衛隊の展示ブースから自衛隊員が怪獣に戦いを挑んできた。周りの子供や大人は大変興奮して、つぶらやさつきも即興で司会をしたが自衛隊員は負けてしまった。そこでつぶらやさつきがウルトラマンを呼ぼう、と叫び、観客と一緒にウルトラマーン。と叫ぶと、 ウルトラマンが現れ、怪獣を倒し、周囲は興奮の渦に包まれたというハプニングから賞をすることを思いついたという。なお、1972年の時点では、つぶらやプロには120体の怪獣賞用の着ぐるみがあり、それが何組にも分かれて日本中に派遣されていたとのこと。1971年からは、仮面ライダーの人気に伴い後楽園球場に、 隣接した高楽園遊園地で投影作品の特撮のキャラクターショーを継続的に行われ現在に至る。ありがとうございます。